はい、村川智博のわらしべチャレンジ、第5話ということでですね、今日はですね、次回じゃないですね、前回林さんにもらったアブローラーを交換してもらおうと、あのスタイルエージェントの奥谷さんに出てもらってます。スタイルエージェントの奥谷です。よろしくお願いします。今日ね、岡山なんですけど、わざわざ神戸から先ほど来てもらって、はい、夜の8時でございます。で、実はあの前回ですね、あの前回あの見られた方も見てない方もいるかもしれないんですけど、前回の動画で実はですね、まあ、見てもらったと思うんですけど、はい、こうどんどん変わっていって、パッキャオのグローブが掛け軸になったんですよね、うん、徳川家成、うん、でもこれまあまあいいなと思って、うん、でそれと何か交換してくれませんかって、すいません、ちょっと結構浮気してて何人かに言ってたんです。そしたらこれだけ、いや、そしたらねそしたらあの徳川家内のやつ、あのちょうど交換してくれるよっていう人がいまして、うん、でそしたらですね、あん時もう何個かあったなと思っててでもっと言えば、あの前回の動画でこれともう一個ですね、魚を釣る、あ、見ました見ました、うん、道具みたいな、うん、でそれ、うん、なんか僕帰りがけにカバンに入れられてたんですよ、うん、でもカバンに入れたらもうなんかわらなんて言うんですか、わらなん、もうめちゃめちゃカバン汚れて本当はね置いて帰ってきてしまったこれはこれは持って帰って、わらでできてたみたいですね。でそれで林さんに、ね、レアモンチャンネルの件とかで報告してたら、これはなんかなんとかこれもね、せっかく今、うん、もうつまらないこれいやね、これだけみたいいやでも説明したじゃないですか、はいはいはい、あまりにも、いや最初ねすごい、まあなんですごいというか、前回のものがね、15万とか20万ぐらいするもので、それぐらいのものとって言ってたんですけど、いや、すいません、さすがに掛け軸じゃなくなって、アブローラーになりましたからって言って、アブローラーと交換してもらえるものありますかっていう話で、来てもらいました。そうみたいです。わかりました。はい、ということで、はい、ちょっと期待して。はい、一応掛け軸、早速です、掛け軸と交換かなと思ったので、はい、ちょっとアーティスト軸で、あの高倉染め、京都丹後市でやってる大倉、ごめんなさい、高倉さんという方の作品の絵を持ってこようと思ったんですが、ちょっと今日はアイテムで高倉染めジャパン、どうぞ。これ、マックイン、 iPad とか、まあ、書類もそうですけど、僕はあの今 MacBook を入れてるんです。おしゃれですね。おしゃれでしょ。はい、これが、これはどういうゆかりで、これね、うちが今、はい、まあ、村川さんも噛んでもらってるんですけど、はい、いわゆるサステナブルの事業をやってまして、うんうん、あ、さっき言ってましたよね、さっきとか前から、そう、はい、できた分で、はい、で、まあ、いわゆるリウェアっていう観点で、うん、アート軸で、まあ、いろんな服に、うん、このようなアートを施したり、あと、いろんな雑貨小物も、うん、まあ、こんな形で作れるの で、まだ日本でそんなに、うん、あのまだ飽きられてないようなデザインなので、うん、ちょうど今からいいかなと思って、これはデザイナーさんなんですか？そうなんです、高倉さんというデザイナーさんで、はい、京都の丹後市というところで、はい、ちりめんっていう、ちりめんの生地があるんですけど、はい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 、いわゆる着物とかに使ってた生地、もともとそこの会社さんで、多分百何十年やってる会社さん で、 あ、そうなんですね、でその染めの顔料、うんうんうん、顔料を使ってこういうデザインを、もしかして伝統工芸ですか？伝統工芸ですね、ちょうど僕らもやろうとしてます。
いや今ちらっと聞いて伝統工芸、はい、どんなことでしたっけ。え、日本遺産、日本遺産のその伝統工芸とか匠の技術を使ったオークションっていうのを、これ村川智弘の気まぐれチャンネルなんですけど、あのレアモンチャンネルっていうチャンネルやってて、でそっちの方でそれのオークションとかっていうのやっていこうっていうので、うん、今企画めっちゃ動かしてて、なんかめっちゃ似てるな。似てますよね。そのちょっと一緒にやらせてもらってる、うん、あのプロジェクトの方でも、うんうん、まあ、実は内閣府の地方創生、うん、SDGs 官民連携、うん、プラットフォームというものの、うん、我々分科会も立ち上げたので、うんうんうん、ちょうどちょうどいいですよね、うん、ちょうどなんか僕らがやってること似てるっていうか、やりたいことと似てるし、これ伝統工芸、伝統工芸のいいですね、もう入れてて、今現代アートに行こうとしてるみたいな感じで、あ、だから伝統工芸×現代アート、そうですね、それめっちゃやりたいことなんですよ。なんか昔の匠の技術って、うん、なんかまあいい技術もあるんですけど、まあ結局昔のものなんで、やっぱ例えばもう何百年のものってやっぱ修復しないと、うん、まあ、うん、まあリウェアじゃないですけど、ね、さっきの、うん、リニューアルとかしないと絶対こう保てていかないから、例えば今のそういう匠の技術となんかそれを現代アートかけたものが、これが例えば何百年か後の伝統技術になる可能性があって、なんか気まぐれチャンネルちょっと今日まともなまともなんかいつもまともなんですけど、なんかいい話、いいですね、いいですかこれ、かっこいいでしょこれで。だからあの額と変えてくれるって聞いたから持ってきました。いやいや違います、僕断りましたよね。まあ昨日ですけど、そんないいものじゃなくていいですか。すいません、アブローラーですよって言いましたよね。そうですよね、まさかこんなちっちゃいアブローラーと。いやいや動画見てください。動画出てくる、 YouTube まで見たんですけど。いや全部見てくる。いやいや、だからこれ紹介できれば一番嬉しかったので、これではちなみに売り物なんですか、売ってるもの。そうです、売り物で同じようないくらぐらい、多分ね2万円ぐらいで売ってるんですけど、全部一点物なので、これは手作り、もう手作りですね。このデザインもデザイナーさんがこうちゃんと書いて、あとしぶきっていう技術でこう、うん、すごい顔料を指に乗ってこう投げてるんですよ。じゃあこれ一点物の、これ何でしたっけ、クラッチバッグ、クラッチバッグ、はい、これね今あの僕の友達のですね、荒木くんっていう方がですね、はい、目の前で動画撮ってもらってるんです、はい、じゃあ彼に次を交換してもらおうかな。いいですか。うんって言ってます。はい、かっこいいでしょ。いや、かっこいいです。ここいはい、ちょっとトリコロールリングみたいな形で、せっかくやってね、せっかく聞いてもらったから、ね、次は荒木くんに交換しよう、はい、っていう、はい、無茶振りで最後終わりたいと思います。じゃあ本日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、ありがとうございました。仕事の上にも一生懸命や、はい、ね、一緒にやってるんで、今後も出てもらうかもしれないんで、いただきましたと、はい、視聴していただいてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた。